こういう感じで映ってますね。あ、はい、とりあえずね、はい、今、採血室ですね。そうですね、じゃあ問診室ですね。そうですね、はい、問診室。もう先生はおられませんね。まだおりますが、医師にはちょっとお伝えはしてないので。あ、そうですか、わかりました。こちらが、採血前検査ですね。そうですね、事前検査ですね。そうです、はい、今日は大体何名ぐらい。今日は、さっき聞いた話だと60人少し来所されて、採血数は多分55から60の間ぐらいかなと思います。あ、そうですか。私ちょっと別のところに行ってもらってから、はい、私で髪が47でしたね。47回目。そうです。だから60近く決定したとは、そうですか、おります。そのうち何人かやっぱり落ちましたかね。あ、そうですね、ここは、15% ぐらいです、ね、あら、じゃあちょっと今日は多分少なかったと思います。はい、今日は少なかったですけど。あ、そうですか、はい、大体 15% あと15ぐらいですかね。 15% ぐらい、ね、大体他のルームスは 10% っていうのが大体多いですね。 10% でも少ない方ですね、かなり。あ、そうですか。ちょっと少なめだと思います。あ、そうですか、はい、分かりました。じゃあこれ細長い作りですよね。細長い作りですね。そうですね、これね、そんなに広くはないですね。そうですね、もともと片側を両腕みたいな、なってるこうビルを片側だけ借りてたのが狭くなって、こう両方借りたっていうふうに聞いてます。じゃあ都内のルームでは狭い方ですね。真ん中の下ぐらいじゃないですかね。真ん中の下ね。そうですか。一番狭いような気がしましたけどね。西口とか、 あと都庁とかも狭いですし。あ、そうか、そうか、はい、まあ、同じような規模だったら、まあ、大体、まあ、ギフトとか滝音とかとそんなに規模は変わらないと思います。面積はもしかしたら少し違うかもしれないですけど。あ、そうですか、はい、分かりました。前屈はこれちなみに何台ですか。3台ですね。あ、これがそうですか。1番、2番、3番ですね。あ、これが 1,2,3 ですね。はい、そうです、はい、1,2,3 が前傑ですね。はい、はい、分かりました。私はこの4番でやったんですよね。 ありがとうございます。この4番で、はい、あ、そうでしたか。こちらのトリマで、今日ですね、こちらのトリマ。あ、そうだったですか。ありがとうございます。長い時間で、ね、からも分かりました。あの、なんかカシャ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 っていう音ね。あ、これ音がなんか違うんですよね、機器によって。あ、よく周りはね、コトコトコトなんですけど、今日のはね、なんかちょっとね、せわしない感じで、カシャ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 って。そうなんですね。だから機器によって微妙に音が違うんでしょうね。たくさんやってらっしゃいますからね。はい、で、こちらはまだ新型のトニマ Q っていうのは入ってないんですかね。新しい、4月に来たばっかりなので。そうですか、すみません。いえいえ、はい、ちょっとその辺は。でも、これ機器見ればね、新型かどうかわかるんですけど。あちこち行ってらっしゃいますね。あ、これは、これ全部旧ですね、旧型ですね。そうなんですね。で、新型はここにトニマ Q って書いてあるんですよね。ここにね。そうなんですか。で、この、ここは、アップでよろしいですかね、別にこれ。あ、大丈夫です。はい、この、ここね、この、はい、これなんですかね、これボタンっていうのかな、はい。ここはなんかピンクなんですよね。あ、そうなんですね。ピンク、新型が。はいはいはい。勉強になります。いえいえいえ。でも、テリスはないんですね、テルモのね。あ、ないかもしれないですね。多分ないです、ここは。ね、はい、ないですよね、もう、はい。もうなんかなくなったとか言ってましたね、なんか。そうですね。うん、なんかそういうような話は、はい。でも残ってるとこには残ってるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと私もはっきり、採血部門ではないので。あ、そうですか。はい。わかりました。まあ、こんな感じで。はい。あと何か PR するのがあったらあれです。池袋から駅前ですよね。そうなんです。雨に濡れずに来れると、うん、ただサンシャインの、35番の出口ですか、あそこの目の前なんですけど、前すぎて目に入らないので。あ、そうか、はい、ちょっと近すぎるんですけど、でも濡れずに来れるっていうところがね、なかなかいいかな。あとは雰囲気ですよね、こう木目調で、そうですね、落ち着いた感じの雰囲気なので、社会人の方とかは、好んでこちらに来られたりしているようです。あ、そうですか、はい、社会人の方がね、若い方もね、たくさん見えますけど、そうですか。ただ
っぱりあの社会人の方のリピーターさんっていうのは、うん、あのまあ、雰囲気がちょっとこう図書館みたいな雰囲気なので、あ図書館みたいにね、はい、好んで来られるっていうふうに聞いてます。今の視力は40代50代ですよね、大体どうですかね。こちらは結構若い方が多い。ここのルームのってのはちょっとすいません、私もまだ来たばっかりであれですけれども、でもあの全体的にやっぱり30、40、50代ぐらいが多いんじゃないですかね。そうですよね、はい、いやいや、あと私もあの来年の3月で、リタイアなんですよ。はい、だからそれがちょっと残念ですけどね。もう本当にあちこち行ってらっしゃいますもんね。だからちょっと残念でね。いや、ありがとうございます。いえいえいえ、長い間。いえいえいえ、はい、はい、まあ、できればその延長してほしいってあちらこちらの、ね、あちらこちらのルームで言ってるんですけどね。国が決めることなので、私の方では、決められないので。そう、はい、そういったご意見もね、あのたくさん寄せられてるようですけど。あ、やっぱりそうですか。あのお元気な方はね。あ、そうですか、はい、やっぱり他の方からも。あのそれは多く寄せられてるとは聞いてますけど。あ、そうですか。ただあの健康のことがやっぱり一番なので。健康だから、あの特例設けたらどうですかね。私も、あちらこちらのルームで、行ってるんですけどね。ルームでちょっとね、お話になられても。あ、そうですか。それをですね、うん、あのまあ、こういう話がありましたとは言えても、うん、もしそういうことがあれば直接あのルームではなくて、あの都センターなり、ああそうですか、そちらの方におっしゃっていただいた方がありがたいですね。そうですか、はい、じゃあもうこの辺でも、待ち合室はじゃあ止めますかね。あ、はい、ありがとうございました。いえいえ、じゃあ、止めます。はい、はい。